化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、すいませんね、怪しい格好なんですけど、つまりですけど、まあ、ザ・ファーストの話なんですが、今回はね、まあ、サムネにもしてると思うんですがね、いろんな感情が錯綜しちゃってね、多分表情とか目線でなんとなく分かっちゃうかもしれないなと思ったので、ネタバレをね、されたくない方が間違って踏んじゃった場合ってあるかもしれないんで、なので、まあ、いつも通りというか、最近よくやってる形で、アイキャッチを入れてから、内容について触れようと思っておりますので、まだ、スッキリとか TVer で見てない方は、ぜひそちらを見てから、この動画見ていただけるとというふうに思います。まあ、もうすでにね、知ってる方だったりとか、結果をね、知ってしまっても大丈夫という方は、このまま見ていただいても、大丈夫です。それでは、アイキャッチの方、行かせていただきます。はい。はい、というわけでね、順位がね、発表されました。富士山合宿最終審査が終わってという形になりまして、ね、今回もなかなか波乱の感じの、順位でございまして、で、まあ、私の推しとかね、以前の予想とかもいろいろあったので、それを踏まえてっていう形で話させていただきます。1位が竜兵、そして2位が俊斗、3位が颯太でございました。すごいです。竜兵ね、まあ、王者返り咲きのような感じのコメントもありましたけれども、まあ、本当に竜兵のパフォーマンスというのが素晴らしいというのはね、やはり私たちも思ってましたが、スカイハイさんも思っていたようでございます。その圧倒的に素晴らしかったっていうところと、感情を前面に出すというところも、まあ、できていたっていうところでね、まあ、べた褒めでしたね、本当に。で、2位が俊斗でした。もう俊斗にしか出せないパフォーマンスというか、その力があるっていう、そういう部分のことをスカイハイさんも言っていらっしゃいまして、で以前出した私の動画で俊斗について触れていなかったっていうコメントを先ほど見つけさせていただいたのですが、改めて見返していたら確かに触れてませんでした。多分ですけど俊斗に関しては私としても心配すらしていなかったからだと思いました。結構自分の中では話したつもりでした。すいませんでした。まあ、でも俊斗この通り2位になってくれたので俊斗推しの方安心されたのかなっていうふうに思います。まあ、そんな感じでございました。はい。で3位のソータですね。ソータもう振り付けコレオグラフに関しては全部振り付けをしたし、そこはもうアートだっていうふうに言っていましたね。でラップに関しては圧倒的な信頼感がまだちょっと足りないっていうところで、もうラップに関してはこれからもっと頑張ってほしいっていうところの話なんだろうなっていうところでしたね。ただもうなんか分かりませんけど、スカイハイさんの中ではメインラッパーはソータで決めているのかなっていうような気もするんですよね。まあ、やっぱりねスカイハイさんがラッパーだから、ラップに関してはよりあとの目が厳しくなるっていうのはそれは避けられないところではあるわけでして、まあソータ本人もね、まあ言ってましたからね、分かってるみたいな感じで言ってましたから、今後本当にソータのラップが鍛えられて、もうダンスと同じレベルぐらいまでに達していくことを本当に期待をしたいところですね。そして4位が翔太でした。翔太はね結構意外でしたね。結構翔太が脱落かなっていう風に言ってた人も多かったですけど、スカイハイさんの目からしてみると、この1週間での伸びというものが半端なかったっていうところの話があったとね。で翔太本人がもしかしたらソロがいいっていう風な感じで辞退するんじゃないかっていう風に言われてもちょっといたので、でも今回このようにして、まあ感謝とかそれから仲間につながって本当に嬉しいっていう風に言っていたし、まあ翔太としてももうグループでデビューするっていうことを念頭に置いて、もう覚悟が自分の中でも定まったんだなっていうところが分かりましたね。だから翔太推しの方は安心されたんじゃないかなと思います。そして5位が涼希でした。涼希はやっぱりザ・ファースト、トゥ・ザ・ファーストの曲の中でもなんかそのすごい攻撃力が強い感じに思いましたが、もう間違いなくゲームで言ったら完全なアタッカータイプで、完全に攻撃力タイプっていうことで、スカイハイさんもその件を言ってましたね。で、6位がランでした。ランもちょっと心配されていた部分もあったようですが、やっと見たかったランが見られたっていう風な感じでスカイハイさんが言ってましたね。ちょっとやっぱり一番最初1位で通過してから、ちょっと伸び悩んでいたりとか、なかなか恵まれなかった部分はありましたけれども、ここに来て覚醒したというか、本来のランの実力が、もしかしたら実力以上に出せたのかなっていうところもあるんじゃないかなと思います。そして7位がレオでした。レオもちょっと意外でしたというよりは、レオも脱落心配されていたとかあったり、自分もちょっと心配はしておりましたが、
でもあのスカイハイさんから見て成長したっていうところは見られたっていうところだったようで、はい、8位がマナトーでした。はい、あの前回の動画でマナトーをもしかしたら脱落するかもって言って私は言ってましたが、あのこの予想は外れまして、あのはい外れました。というわけであのマナトー推しの方、はい失礼いたしました。そしてあのマナトー良かったなと思うんですが、ただあの感情を出すっていうことをもっとやるっていうことが課題として出てるっていうことで、まあそこの部分はやはりこれからもやっていくべきところなのかなっていうところで、大方の皆さんの見方というか私も含めになりますが、まあそういう感じなんだなっていうのはありましたね。で9位がレイコ、そして10位がジュノンでしたね。はい、というわけであの11位はルイということに決まってしまったわけではありますけれども、まずここであのルイがねあの11位ではあったんですが、あのもうスッキリを見た方もいらっしゃるかもしれませんが、あの実は手書きの誓約書をそこでスカイハイさんが持ってきまして、つまり BMSG の方でスカイハイさんのレーベルの方で練習生としてかなスカウトをしたという形になりましたと。だからあの何年後かを目指してデビューに向けてっていうところなんだと思いますが、私何回も言ってる通り類推しなものですから、これについてはまた別個で語りたいと思っています。まあもうちょっと時間が経って、まあ大半の皆様がスッキリであったりとか TVer であったり Hulu であったりとかを見た状態でっていう感じで、その後で改めて語りたいと思います。そして9位の、レイと、それから10位のジュノンですね。ここに関しては、まあ、あのマナトーとかに関してもそうでしたが、結構スカイハイさんとしても厳しめの意見を言っておりましたね。まあ、なかなかね、難しいところもあるなというところですけど、まあ本当にいろんな感情がね、あの錯綜しましたよ。あのまず、1位リュウヘイすげーって思ったりとか、あれ全然あのルイ呼ばれないなって思ってハラハラして、結果脱落になってしまって泣きました。で、その後で練習生としてBMSG で所属をあの誓約書をねあげるっていうところで、そこでまた泣きました。でそしてちょっと嬉しくなってね、しばらくそんな感じでしたけども、まあルイに関しては歌のレンジがちょっとまだ広くないとか、それからまあ体力的な部分とかダンスに関してとかいろいろと課題があったみたいで、でもやっぱりそれでもスカイハイさん本人が惚れたって言ってたわけで、それで練習して第1号になるのかな、本当にそういう感じですごいなと思いましたね。だから 2,3 年ぐらいしたらすごいことになってんじゃないかなっていうふうに思うし、どなたかがいわゆるそのツイッターで言ってたんですけど、ルイルイはあのまあハロプロでいうところのモームスではなくて、あの松浦あや、あのあややのタイプだったんだなっていうふうなことを言っていましたね。まあソロでデビューさせるのか、グループとしてのデビューを目指すのかっていうのは分かりませんが、あのそういうことなんだなって思いまして、まあこうなってくるとね、もうあの BMSG 箱推しになっちゃうなという、 THE FIRST 箱推しではすでにあるんだけど、 BMSG も箱推しをせざるを得ないというところになっちゃいますね。ちょっと声が枯れていて申し訳ありません。あの少しね、あの感情があのいろいろなところに錯綜しちゃったものですから、はい、お聞き苦しかったと思いますが、あの BGM をちょっと今回はつけてうまく中和したいと思います。はい、でちょっとねこの辺で一旦喉は進めたいと思いますので、この辺で失礼いたします。よかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパスでした。